文後森駅構内文後森駅構内。奥に文後森機関庫が見えるリニューアル前の駅舎駅東側から構内を望む文後森駅は大分県区津郡区津町大和田保安市にある九州旅客鉄道久大本線の駅である。区津町の中心駅で久し大本線の重要な拠点駅としての機能を持っている。かつてはエラ駅を起点とする。 宮原線の列車が1984年の同線廃止まで当駅に発着していた。駅舎に接した単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線の合計二面三線を有する地上駅である。ホーム間は古線橋で結ばれており、駅舎は三角屋根の木造建築となっている。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅。 ポスター末と駅舎内部の待合所に自動券売機が設置されている。2011年3月までは直営駅であったが業務委託化の際に緑の窓口とマルスが撤去された。窓口の営業時間は7時10分から19時15分で営業時間外は駅員不在になる。2013年には観光開発の一環として 7つ母子院九州の運行開始に合わせて、水戸岡英二のデザインにより、駅舎を茶色に塗装する等の改修が行われた。1965年度には、乗車人員が985,113人、降車人員が989,147人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は124,591人。 放射人員は12万5千1人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。文後森駅周辺は、くす町の中心部にあたる。駅北側には、久し大本線と、並行して、大分県道678号諸局の打線が、通り、道県道や、 駅北側西側の大分県道43号クス、山国線に沿って商店街が形成されている。また駅から約700メートル、クス川を挟んで対岸にあたる塚脇地区には国道210号が通り、こちらにも商店街や郊外型の量販店、大分県警察本部クス警察署、大部合同新聞社クス支局などがある。2014年10月現在、 北バスと大部交通グループの一般路線と、コミュニティバス、クス町町中循環バスの、計16路線が発着する。北バス、クス観光バス、クス町町中循環バスは、駅前広場のバス乗り場に発着する。駅前の道路上のバス停には、クス町がコミュニティバスとは別に運行する。ふれあい福祉バスと、隣の九十町が町内と、クス町中心部を結んで運行する。 コミュニティバスが発着する。停留所名は、クス観光バスのみ、文後森で他は、森駅前である。旧国鉄宮原仙台大路線の、宝泉寺温泉方面をはじめ、高塚あたご地造村へ向かう路線や、文後中村駅経由で、飯田高原、九十山方面へ向かう路線などがある。かつては、く観光バスのバス乗り場のみが、駅前広場にあり、 北バスと靴町町中循環バスは駅前道路上にバス停を設けていたが2014年10月1日より北バスと靴町町中循環バスの乗り場はス観光バスのバス乗り場に発着するようになったこの際に九十町コミュニティバスやス町触れ合い福祉バスも同じバス停に統一しようとしたがこれらは白ナンバー車を使用する自家用優勝旅客運送であり バス停近くで白ナンバー車の乗降を禁じた道路交通法の規定のため断念している。文庫森機関庫詳細は文庫森機関庫を参照かつて当駅には文庫森機関区が併設されていた。1934年の久し台線の前線、開通時に開設され、ディーゼル化に伴い1970年に廃止された。梅小路蒸気機関車間と同規模とされる。 文後森機関区に設置された線形機関庫は機関区の廃止後もそのまま残された。2006年3月には町が機関庫を JR 九州から買い取った。線形機関庫と転写台は2009年2月6日に近代化産業遺産に認定され、2012年に国の登録有形文化財に登録された。2015年6月に 福岡県締め町に保存されていた9600系蒸気機関車が移設され、同年11月には、文語森機関庫ミュージアム、文語森ラウンドハウスミュージアムマイナスが開設されている。めぐみ寮駅方面に向かう車窓からは、進行方向右側に見える。九州旅客鉄道久し大本線北山電駅、文語森駅エラ駅。ありがとうございます。